株式会社ディグアウトマネージャーの長田です。今回のセミナーではコミュニティ作り、マンションのコミュニティ作りというテーマでお話しさせていただきます。我々はですね、マンション、団地とかの住民さんのコミュニティ作り、こちらを支援するユートというサービスをやっておりますが、3年前の大震災以降、住民同士の助け合い非常に大事だと言われてきています。また最近では子育ての問題、特に小さいお子さんを預けるですとか、そういった問題に住民同士の交流が非常に大事だと言われてきています。また快適な居住空間だったり、管理組合活動の円滑な活動だったり、こういったものにも住民同士の交流、コミュニティが非常に大事だと言われてきています。今回のセミナーでは最近のマンションさん、どのような取り組みをして、その結果どうなったかというのを実例を交えてお話しさせていただきます。会場でしかお話しできないこともございますので、ぜひこの機会に足を運んでいただけたらと思います。それではよろしくお願いします。